どうなんですか、実際現場で言うと。これね、実はちょっと怖い話なんですよ。せーの、ワン、フォー、ポリポリピア。小学校でミニバスに通うおぎゃんです。上級生と練習していますが、コーチからはステイロー、動くなと。動くと怒られます。こんな窮屈なバスケを息子がしていいのか、嫌いにならないか不安です。大前提としてやっぱりこう指導者側の立場、例えば子供の動きを限定しちゃうような指導とかコーチングがどんなリスクがあるか、問題になるがあるのかっていうのはやっぱり一緒に考えていかなきゃいけないとはもちろん思うんですよね。でその反面やっぱりじゃあ保護者の側の立場に立ったら、ね、指導者が常に素晴らしい指導をするわけでもちろんないし、僕がやるコーチングだっていろいろ間違えたり失敗したりとかたくさんある中で、でもその現象、指導者の指導そのものがもう子供にとっての課題だから、じゃあそういうコーチングされた時にどう考えてどう行動するのか、そういうコーチから その指導をどういうふうに処理していくか整理していくかとかっていうのは、それはもう一つ課題だと思うんですよ。アグレッシブな解決策としたら、でもコーチは勝つためにその指示してるんだと思うんですよ。例えば、まあ、もしかしたら成長のためにするってのか分かんないですけど、ってなった時にじゃあ自分が考えて判断してもっとこうした方が勝利に貢献できるんだっていう行動をして、それでもすごい結果を出したのにもかかわらずそうするなって言われたら、私ちょっとまた別問題になって、なるほどな。だけどもしそれ勝つためにって言ってるんであれば、その言われたことじゃないことやっても勝利に貢献したら、まあそれはそれでってなるかもしれない。でそうするとじゃあ動くなって言われちゃってるっていう状況からしたら、もういやもっとお前がプレーしなさいって言いたくなっちゃうぐらい上手くなっちゃう、だからそういう方向にやっぱ努力のベクトルが向けば、そのコーチを買いに行っちゃうんですよね、ついつい。でもそのやっぱ焦点の当て方は、子供の成長じゃなくて子供の変化で課題が解決じゃなくて、指導者を買いに行って課題解決になっちゃってるから、その、まあ、保護者側の目線できたらそこは難しいですけどね、うちのこれは。でもそういうのは考え方次第で違ってくるんじゃないかなと思いますね。年配の方で、あとは自分がバスケ経験ないっていう理由で、自分が見本を示すことができないんですけど、どうしたらいいですかっていう方も意外といらっしゃったんです。私も結構部活動の現場とか先生とかにお話聞くんですけど、やっぱり未経験の方が見本を見せるっていうのは結論できないっていうふうに至りました。やっぱ見本見せれないと、その子どもたちもおっしゃる通り、その成長する幅がやっぱり視覚的な要素が非常に重要なので落ちてしまうのもありますし、見本見せれないと先生が舐められちゃう、要は指導者がお前できないのになんで教えてんだよっていうふうに悪い方向に行ってしまうケースが多いので、見本を見せれるようにするために練習するっていうこともありえると思うんですけど、もうそれは逆に僕としてはしなくて、こういう動画とかのツールを使って見本を代替して使った方が指導者の方にとってもいいですし、子供にとってもいいんじゃないかなって思ってますけど、どうなんですか、実際現場で。これね、実はちょっと怖い話なんですよ。西勝の怖い話なんですよ。っていうのは、これはミラーニューロンってのがあって、人はその見てるだけで、その運動をしてる時のニューロンの発火と同じような発火が起きるっていう話で、まあ、それはチンパンジーとかの実験で、マグカップに行って水を飲むってことをさせたことがあるチンパンジーは、人がこうやってマグカップでこう水を飲んでる時に、自分が飲んでた時に発火したニューロンと同じものが見てる時でも発火したっていう、まあ、そういうので見られる、発見されるんですけど、肝心なことはでもこれマグカップで水を飲むってことをしたことがないチンパンジーはそれは発火しないんですね。だから一回やろうとしたことがあると、見たことがあるっていう状態から、例えば今プロのプレーとかいろんなプレーを見るとミラーニューロンが発火して、なのでミラーニューロンがそのまま運動にこう置き換わりやすい選手は、だからよく言う運動神経がいいみたいな、パッと見たらもう真似できるみたいな、そういうことなんですよ。思った通り体を動かせる選手はそうやって見るだけでミラーニューロンが発火してみたいなこととか、まあそういうのあるんですけど、これ実は運動の質の良し悪し識別しないんで、いまいちな手本はいまいちな手本はそのまま入っちゃうんです。なるほど。僕らは、まあ、コーチングのプロとしてのっていうか、その技法っていうか一つとして、お手本を見せ方の市販技術って言うんですけど、テクニックとしてはまずファンダメンタルとして、悪いお手本はなるべく見せないっていう、相当価値が高くない限りこうやったらダメだよみたいなのはやらない方がいいんですよ。あ、そう。お手本が苦手な方とか、そもそもその競技やってなかった方が無理して見せるお手本ってプラスがほとんどなべき可能性があるから、なんならマイナスの影響だったりします。そうなん、そう、お手本にした方がいいやと思ってやるのは意外と怖い話、子供を下手にする可能性があったりするっていう。なるほど。いや、気をつけた方がいいんですけど、本当だったらもう思い先よく映像とかにタブレットとかで見てやりなっていう。
子が若い、若い先生とかは見せてあげたいとか、見せなきゃいけないってすごい自分で努力されるじゃないですか、うん、今の話聞いてすごいお互い悲しいですね。そう、違う話かもしれないんですけども、トライすることを大事にしようっていう、うん、いろんなコーチさんも伝えてる方いらっしゃると思うんですけど、うんうん、俺無理だからっていうコーチさんとか見ると、うん、一緒にトライすることをすればいいのになっていう、まあ、できるかどうか、うん、それ大事ですよね。手本として見せようとしてるのか、うん、チャレンジする姿勢を手本としてるのか、自分は最初から無理だって言っちゃうのかなって結構思ったりしちゃうんですよね、うん、ただ悪い見本をずっと見せるだけっていうね。シュートはこうやって打つんだよとかつって、うん、打ったシュートが全然入んない、技術的な手本にならないのもあるけど信頼が下がっていくみたいなね、またリスクもあるので、ね、通っていないならば、その理由はっていうアンケート、そのとがさっき話したように、スクールに行くなっていう気持ちがあるか、経済的に難しいっていうのって、うん、実は価値の話なので、例えばその5000円っていうのを高いと思うか安いと思うかのように、うん、例えばまんじゅうカロリー5000円って高いよって話じゃないですか、うん、だからバッシュカロリー5000円って別に高いとは思わないとか、その要はとりあえずそのものには5000円の価値があるなっていう価値に同意できてるかどうかっていうところでいくと、その経済的に難しいっていうのは実はもう本当にお金がないんじゃなくて、その5000円はスクールであまり価値が高いと思ってなくて、もっと他の価値が高いものに使いたいんだよっていうことだと思うんですよね。逆に言うと僕たちはスポーツを一生懸命子供に伝えようとしてる大人、身近なお兄さんお姉さんっていう人たちがまあスクールにいるから、そういう人たちと時間を共にするっていう子供が、それはすごく価値があることですよって。だから、このお金はなんかシュートが入るようになるとかドリブルが上手くなるってことに対価があるんじゃなくて、そういうやっぱこう自分が好きなスポーツで子供たちになんか貢献したいみたいな、そのいうエネルギーを持った先生でもないし親でもないし、同じスポーツを好きなお兄さんお姉さんたちが一生懸命なんか時間を共にしてくれるみたいな、そこに僕はね価値がありますよって言いたいですね。保護者の方々、大好きなバンドのね、ライブだったらね何をしてるか工面していけますからね。あともう一個あるんですよね、子供たちがバスケットを学べるように工夫してること何かありますかって言ったところ、試合観戦に行くっていう意外といらっしゃって、これはさっきのあのミラーニューロンの話に繋がるんじゃないかなと思いましたね。ちなみに好きなチームありますか？これは言っていいのかな僕ね、難しい、どっかの、まあビリーグやっぱこれはいろんなチーム、はい、応援してますし、NBA は僕はあのゴールデンステートウォリアーズがすごい好きだったんですけどね、あのちょっと今ね、チーム状況はあまりなんですけど、トンプソンとカリーとっていうあのシューターたちが、まあ、今までのバスケット界の常識をこう覆し続けてこう今のバスケスタイルを作っていった流れはすごく好きでしたね。高校ですね。で、僕ジェイソン・キッドが好きでずっとネッツを置いてたんですよ。渋いとこ行ったね。いやいや、その時凄まじかったですね。ジェファーソンとかありましたね。あごっつぁんです。これはでも本当聞きたくても聞けないようなんです、結構聞かなければならない。